ぬすげの昔っ子でスラヤの酒樽長者昔スラヤぬまずす農家があったりある夜の表の戸をトントンって叩くものがあったのあるんすかいやまず誰だべこんたび夜中にな。ってひって戸を開けたば旅の僧が一人立ってね、はああ水が暗くて難儀してるから、申し訳ねえが止めできれって頼んだけど。あるんずも、はあ、夜も更けに食べるものもねえども、寝るなぎならよかつじゃ。さっさどうぞってひって止めたずども、疲れ切った様子の僧侶で、血の毒の思って、まぎをどんどん首で、体を温めてやって、少しまで残ってらっき、貝も温めに食べさしだ。あぐる朝、僧が礼を経て携わるときに、はあ、ありがとうがんした。ここのあるんずは、酒が好きかって尋ねるので、好きなって言ったの。おお、それでは、伊豆屋のお礼に、酒の湧く泉を信じよう。って、とことごとついついで山さんを持って、中腹のほんと良いところのくぐみをついでトントンとついだぞ。そしたばふすぎやふすぎそこからトク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 と先が割り巻き出した旅の僧はいいかこの言葉誰さもひるわかったなって気づくくず止めして去っていったけどまずすがった農家のあるんずは大好きな先っこ毎日飲めるようになったばかりでなくあそこさえ行けば何もかもって先っこ飲めるのじゃーと評判が遠くまで伝わって他国の珍しいものを見上げる訪ねてくる人も増えたそしていつか長者になってあだるには盛んなる長者と呼んでいたけどところがその長者も時が経つのつりでまあ気がいるなんだみな先っこの枠に詰めの秘密をありたきひゅうなっておいて人さ話してしまったぞなそしたら途端の先っこがわからなくなってただの水だけ湧くようになってしまったとまあそういう意味でもこの詰めは今にも酒蔵と呼ばれているんだとさどんどんあれ